08ネットを登録して、サイト登録がまだできてない場合はですね、こちらの登録情報、ちょっと大きくしましょうかね。こちらの登録情報ですね。この登録情報のところをこう、持っていくと、サイト情報の登録修正というのがあります。あとね、こちらの方から支払い口座の変更とかね、パスワードの変更とか、のがいろいろとありますのでね、はい。まずね、このサイト情報の登録修正、これをクリックします。そうするとですね、再度ね、ログインしなきゃいけないんですね。ですから、ここのところに、すべてログイン、パスワード、それからこの文字ですね、入れます。ログイン ID、それから、パスワードね。それから、この、ここに M、7、3、9、P、B、FN と。こう書いてある通り入れてね、次へ進むとこ。そうすると、ここにありますのでね、修正とかですね。それから、副サイトを登録するとかね。こういろいろとあるので、こういうふうにすると、ここに新しいサイト名とか URL とかね、カテゴリーとかね、大体のところを入れてですね、簡単な紹介文とか入れて、確認すれば、すぐにできます。